約6600万年前に恐竜が地球から姿を消しました。どうして？ある人は隕石、ある人は気温の変化。僕らの知っている T-Rex はこっちなのに、今の科学ではこっち。そもそもいつから T-Rex と呼ばれるようになった？恐竜の知識って学校で学んだ？いいえ、この人に教わりました。というより、多分このおじさんのテーマパークで教えてもらったに違いない。そう、ここはジュラシックパーク。こんにちは、マスターケンです。この映画嫌いっていう人はいないんじゃないでしょうか。フル CG の恐竜がスクリーンに現れた時には興奮しました。もう目が離せなかったね。映画の公開は1993年、1度目は親と、2度目は習い事をサボっていきました。さて今日はですね、ジュラシックパークのキャストの今をちょろっとフォーカスしてみたいと思います。ハリウッドで今も生き延びているのか。それでは行ってみましょう。今日も一日頑張ろう。さあツアーを始めてくれ。さあ行ってみようか。ジュラシックパークを彩る個性的なキャラクター、メインのこちらの3人が今どうしているか気になるところですが、まず1人目はこのおじさん。人類史上初めて T-Rex に丸飲みされたおじさん。しかもトイレで。 T-Rex のおやつになったマーティンさんは教員を目指すも突然退学。マイアミバイス、ブルームーン探偵社、ナッシュブリッジス、X ファイルなどの有名作品にちょい役で出演。ジュラシックパークのあのシーンで一躍注目されましたが、これといって代表作はなく、俳優としては細々と活動しています。ちなみに恐竜にやられたのは彼だけではありません。映画の冒頭、恐竜の餌になった彼、アベンジャーズを率いてジェダイにもなったサミュエル・エル・ジャクソン、シェイクスピア劇団で活躍しラプトルと心を通わせたボブ・ペック、そして忘れちゃいけない彼じゃなくて彼、こちらのウェインナイトさんは氷の微笑での演技がスピルバーグの目に留まり、ジュラシックパークの出演が決まります。1955年生まれ。ジュラシックパークの後もハリウッドで生き残り、トイストーリー、ターザン、カンフーパンダと幅広く活躍しています。それでは待ちに待ったジュラシックパーク主演のあの3人、今ではこんな姿になっています。3人とも現役の売れっ子ハリウッドスター。2022年夏公開のジュラシックパークドミニオンに3人とも共演するので、とても期待しています。ジュラシックパークキャストの今を覗いてみました。ちなみにあのおじいちゃん、公開当時70歳、20年後の90歳でお亡くなりになりましたが、彼の功績は今も永遠に語り継がれています。今日の動画は以上になります。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。コメント欄にあなたの好きな恐竜、もしくはジュラシックパークの思い出などありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。最後に子役のあの子たちの今を見ながらお別れになります。さよなら、さよなら、さよなら。